ペドロで捜査、ホルステインは19世紀前半のポルトガルの外交官、政治家、同国初代首相。初代パルメラ伯爵、パルメラ公爵、パルメラ公爵でもある。1781年、トリノで生まれる。ナポレオン一世に対するスペイン独立戦争の最中、1808年のバイオンヌの会議においてペドロは、ポルトガル人は、 フランス皇帝の望むようにはならないと伝えて、名を挙げた。1814年のウィーン会議にポルトガル全権大使として出席、スペインに奪われたオリベンサの返還を要求した。また1815年のパリ会議にも出席した。その後、ロンドンに大使として駐在し、また、ブラジルの亡命政権で外交問題に対する国務長官に任命される。1820年に、 ポルトガル本土で王室の帰還を求める運動が起こると、ブラジルに亡命中のジョアン六世に知らせて帰還を進めた。1823年、パルメラ公爵となり、ジョアン六世によって外務大臣及び新憲法制定委員会の長に任命された。しかし、出来上がった憲法はあまりに自由主義的で、王はこれを承認しなかった。 またドン・ミゲルなどの反動勢力に危険視されて、1824年に投獄されてしまった。後に釈放されると、国務大臣となり、大使としてロンドンへ戻った。1828年、ドン・ミゲルが王位を戦勝した際は、ポルトで反対勢力の側に立ち、仲間と共にイギリスへ亡命した。ドン・ミゲルはペドロに有罪判決を下してその財産を没収した。 しかし、ブラジル皇帝ペドロ一世はペドロを娘マリア二世の後見人に任命し、ペドロはマリア二世の大使としてイギリス政府に働きかけた。1830年、アゾレス諸島のテルセイラ島で女王の殺生に任命された。またこの頃、イギリス海軍のチャールズ・ネーピア船長と知り合い、ネーピアはマリア二世の自由主義勢力の指揮官になる。 1832年、ペドロ一世自らが、マリア二世の摂政となると、ペドロは外務大臣となって、ロンドンからドン・ミゲルに対抗した。1833年、傭兵の一団を引き連れたネーピア船長と共に、ポルトへ渡り、ネーピアとテルセイラ公、アントニオ・セベリムデ・ノローニャ共にアルガルベへの遠征に参加した。ネーピアが、サンビセンテ・岬での海戦で勝利した後、 ディスボンを占領し、内戦に勝利した。その後、ペドロは、新しい立憲君主政火のポルトガルで、初代首相となり1834年9月24日から1835年5月4日まで、務めた。また1842年2月の2日間首相となり、1846年にも5月から10月まで、首相を務めるなど、生涯で3度首相となった。 1850年10月10日、パルメラ公爵となった。ありがとうございます。